ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。日本の主要都市には地下鉄が整備されていて、車を持っていなくても楽に移動できるようになっています。これは海外の発展した主要都市も同じであり、アジアにある日本から近い国で言えば台湾、台北の台北松雲や中国の北京や上海などを走る地下鉄など数多くあります。巨大インフラの一つでもある地下鉄というものは莫大な費用を要します。そのような理由から国策によって整備されるケースも多く、海外から資金援助や技術協力を受けて建設されることもあり、近年でもバングラデシュ、ダッカメトロ6号線やインドネシア、ジャカルタ MRT などのように日本からの資金援助、技術協力で作られる例があります。そして日本から最も近い韓国の首都ソウルにも発達した地下鉄網が整備されており、ソウルの地下鉄も元は日本の援助で作られたものです。なので日本の地下鉄と似ているという点も多数あるのですが、一方で違うという点も多数存在しています。ところで日本の首都東京を走る地下鉄と韓国の首都ソウルを走る地下鉄にはどういった違いがあるのでしょうか。今回の動画では東京の地下鉄とソウルの地下鉄の深掘りをしながら、それぞれの地下鉄の違いについて解説していきます。それでは本編へどうぞ。東京の地下鉄の概要。それぞれの違いを紹介する前に、まずは東京の地下鉄の概要について見ていきましょう。東京の地下鉄の歴史は古く、その歴史は1927年まで遡ります。この年に東京地下鉄道株式会社が建設を行い、開業させた浅草から上野にかけての全長 2.2km の路線が現在の日本の地下鉄の始まりです。この地下鉄開業は日本初だけではなくアジア初の出来事で、開業当初は東洋唯一の地下鉄道として注目が集まり、歴史や日本史の教科書に載るくらいの出来事です。東京の地下鉄はその後徐々に路線網が広がっていきますが、本格的に建設が進められていくのは1954年に最初の区間が開業した丸の内線の開業以降の出来事となります。東京の地下鉄の総路線数は現在13路線となり、総延長距離は約 300km にも及ぶ路線網になりました。そんな東京の地下鉄ですが、地下鉄と一般的に認知されている路線が2つの事業者によって運営されていることが特徴です。その2つの路線を管轄している事業者こそ東京メトロと東京都交通局です。東京メトロは正しくを東京地下鉄株式会社といい、帝都高速度交通営団が2004年に民営化され誕生した会社です。帝都高速度交通営団は住宅営団、農地開発営団とともに三営団の一つとして戦時中に設立された組織です。東京の地下鉄を国家で統制するために作られた組織であり、三営団の他の2つを含めた帝都高速度交通営団以外の営団は戦後に GHQ の指示で解散または降団化されましたが、帝都高速度交通営団は戦後も東京の地下鉄の建設運営を担い、実質的には帝都高速度交通営団も民間資本が排除された結果、後の降団みたいな組織にはなったのですが、唯一残った営団として長らく東京の地下鉄の建設運営を担い、末期には帝都高速度交通営団自体が営団と呼ばれるようになり、その他に営団地下鉄という呼称もありました。しかし平成に入ってから政府の行政改革の一環として帝都高速度交通営団も民営化することになりました。そこで東京地下鉄株式会社法の施行と合わせて、営団の出資者だった国と東京都が株主となる形で東京地下鉄株式会社に生まれ変わったのです。そのため東京メトロは営団が保有していた路線を全て受け継ぎ、民営化後に開業した副都心線と合わせて現在は9路線の保有と運営を行う企業になっています。アジア初の地下鉄路線となった銀座線をはじめ、丸の内線や千代田線など地方の人でも知っているような場所を走る路線が東京メトロには多くあることが特徴です。対して東京都交通局の地下鉄は都営地下鉄と呼ばれ、保有している路線は4路線と東京メトロと比べると少なめになっています。
東京都交通局はもともと地下鉄の運営を行う計画はなく、東京の地下鉄はすべて営団が建設と運営を行うことになってしました。しかし利用者の増加によって路面電車では乗客をさばききれなくなったこと、高度経済成長によって自動車交通量増加によって慢性的に渋滞が発生し、路面電車での輸送効率が低下していたことが合わさって、地下鉄の早期整備を求める声が多い状況となりました。一方で営団だけでは地下鉄の整備が追いつかないということから、東京都でも地下鉄の整備運営を行うことになった結果、東京都交通局も地下鉄の運営を行っているのです。こういった経緯があるため、都営地下鉄の路線は昔路面電車が走っていたルートをカバーするように路線のルートが設定されている場合が多いです。このように東京メトロと都営地下鉄が地下鉄の整備運行を行ってくれているおかげで、東京23区内の特に山手線内側のエリアは自家用車を持っていなくても楽に移動できる環境が整っています。ソウルの地下鉄の概要。東京の地下鉄についてここまで見てきましたが、続いてソウルの地下鉄についても見てみましょう。韓国の首都であるソウルにも地下鉄網が整備されていて、地元の人だけではなく観光客の移動手段として重宝されています。日本人にも人気の観光スポットであるミョンドンを通る4号線など、日本人がビジネスや観光で韓国を訪れた際にもソウルの地下鉄を使うケースは多いのでないでしょうか。そんなソウルで地下鉄の整備が始まったのは日本よりも遅く、1974年8月に開業した1号線が初めて整備された地下鉄でした。1960年代の韓国は軍事クーデターによって軍事独裁政権による政治が行われていましたが、日本と同じく漢江の奇跡とも呼ばれる高度経済成長を遂げていていました。それによってソウルにも人口が集中するようになっており、現在の韓国では人口の半数程度がソウル首都圏に集まっています。そういった状況を受け、多くの人々を効率よく輸送できる地下鉄などの公共交通機関の整備が必要になります。そこで日本の技術支援を受けて建設されたのが現在の地下鉄1号線だったのです。その後ソウルも東京と同じように地下鉄網の整備が進み、現在は主にソウル交通公社が地下鉄の整備と運行を行っています。ソウル交通公社はもともと1号線から4号線を運営していたソウルメトロと、5号線から8号線の運営をしていたオーユッチルパルソウル都市鉄道こと、ソウル特別市都市鉄道公社の合併によって誕生しました。このほか9号線を運営するソウル市メトロ9号線など、他にも複数の地下鉄事業者が存在します。利用者の多い路線では時間帯によって東京の地下鉄のように、2分から3分間隔という過密ダイヤでの運行が行われており、9号線など一部の路線では急行運転も行われています。このように主にソウル交通公社によって、ソウルの地下鉄は運行されているわけです。ですが、日本でいう地下鉄と呼ぶべき路線を運営しているソウル交通公社やソウル市メトロ9号線以外にもソウルの地下鉄を運行している組織は他にもあります。その中の一つが韓国鉄道公社、通称コレール。コレールは日本でいうと JR にあたる組織で、もともとは国の行政機関の一つだった鉄道庁でしたが、2005年に公社化されて誕生した組織です。コレールでは韓国高速鉄道 KTX や普通の旅客列車、また貨物列車の運行を行っていますが、ソウルではコレールが運行管理をしている地下鉄がいくつかあるのです。そんなソウルでも複数の事業者が地下鉄網を形成しており、日々多くの乗客が利用する一大交通機関となっています。東京とソウルの地下鉄の違いは？ここまで東京の地下鉄とソウルの地下鉄の概要を簡単に見てきましたが、それぞれの地下鉄にはどういった違いがあるのでしょうか。重箱の隅をつけばつくほどたくさんあるのですが、これからはそれらについてを見ていきましょう。まず一つ目の違いとして定義上の違いが挙げられます。日本では地下鉄というと地下鉄事業者が整備運行を行っている路線のことを指します。
東京であれば、東京メトロや都営地下鉄の路線はその定義に当てはまる路線です。対して韓国の地下鉄の定義は日本と異なります。韓国の鉄道運行形態の一つにストックオンチョンチョルという形態があり、この運行形態に当てはまる路線すべてが韓国では地下鉄になります。そのためソウル交通公社だけではなく、日本では国鉄 JR にあたるようなコレールが運行するストックオンチョンチョルの路線、その他に新聞断線や空港鉄道などが運行する郊外に向かう路線でストックオンチョンチョルの路線についても韓国では地下鉄という扱いになっているのです。東京であれば JR 東日本が運営する中央総武線各駅停車や山手線に京浜東北線といった主要な路線、また私鉄の東急田園都市線や京王井の頭線など、東京では JR 線や各私鉄会社線として区別される路線もソウルでは地下鉄という扱いになると考えると想像しやすいと思います。例えば日本の基準で考えると地下鉄に該当しないであろうコレールが単独で運営する京味中安線やスイン分断線なども韓国の基準では地下鉄の一部という扱いになるのです。続いて2つ目の違いとしてホームドアの違いです。駅のホームにホームドアを設置することによって乗客の落下事故や列車との接触事故を減らすことができ、結果的に乗客の安全を確保するだけではなく列車の遅延を減らす効果もあります。そのため日本の各鉄道会社でも利用者の多い駅を中心にホームドア設置の動きが進んでおり、東京の地下鉄も徐々にホームドアが設置された駅が増えてきました。都営地下鉄では現在三田線、大江戸線、新宿線の全駅にホームドアの設置が完了しており、浅草線に関しても押上駅での工事が終われば完了となります。対して東京メトロは都営地下鉄と比べると少し設置が遅れており、東京メトロ全駅のホームドア設置完了は2025年度末を予定しています。それでも日比谷線、東西線、半蔵門線の一部であり、以前と比べたらかなり整備が進んでいるのです。このように東京の地下鉄は現在進行形でホームドアの設置が進められていますが、ソウルの地下鉄ではどうでしょうか。日本の地下鉄に該当するような路線においてはすでにホームドアの設置が完了しています。韓国では2005年にホームドアの設置が義務化されたため順次ホームドアの設置が進められており、義務化から4年経った2009年に設置が完了したのです。その他の地下鉄にあたる路線の一部ながらも郊外にあり利用者が少ない駅であっても徐々にホームドアの整備が進んできています。また設置されているホームドアの種類も東京の地下鉄とソウルの地下鉄で異なります。ホームドアには大きく分けるとフルスクリーンタイプと腰ぐらいの高さのハーフハイトタイプの2種類に分けられます。東京の地下鉄は南北線全駅とその他の一部を除いてほとんどの駅がハーフハイトタイプのホームドアを設置しています。しかしソウルの地下鉄においてはフルスクリーンタイプのホームドアが主流となっており、ハーフハイトタイプは2号線コンデイック駅などかなり限られています。これはそれぞれの地下鉄で使われている車両と地質というものが大きく関係していると考えられます。東京の地下鉄は非常に歴史が古く、微妙に寸法がいろいろ異なる様々な規格の車両が使われています。そのためフルスクリーンタイプのホームドアでは対応が難しく、それぞれの規格に合わせやすいハーフハイトタイプのホームドアが採用される傾向にあると考えられます。ただしこれについては大阪駅梅北地下21番乗り場のようにマルチスクリーンホームドアの実用化によって解決しています。さらに言うと東京の地下鉄は古い路線が多く、また地震大国と言われるくらい地震も多く発生します。なので重量の重たいフルスクリーンタイプのホームドアを設置するには大掛かりなホームの補強が必要な場合が多くなってしまいます。ハーフハイトタイプでも補強工事は必須であり、ホームドア設置に関する費用も日本では補強工事が多くを占めます。そして車掌がホームの安全確認を行いながら運行する東京の地下鉄ではフルスクリーンタイプよりもハーフハイトタイプの方が安全確認をしやすくなっています。
民間の私企業が鉄道を運営しており、コスト的に厳しいことも多く、そういった面などから日本においてはハーフハイトタイプが主流となっていると考えられます。対してソウルの地下鉄は東京の地下鉄と比べても歴史が浅く、車両の規格も各路線でほぼ統一されていることが多いです。また地震も日本と比べるとそれほど発生せず、フルスクリーンタイプのホームドアを設置しやすい環境が整っています。さらに1号線新ギル駅には2003年に日本でもよく見かけるようなハーフハイトタイプのホームドアが試験設置されたことがあります。しかし飛び込み防止対策にはならないと判断したことで、現在までに続くフルスクリーンタイプのホームドアをソウルというか韓国では本格採用するに至っているのです。そのためソウルの地下鉄ではより安全性を確保できるフルスクリーンタイプのホームドアの設置が進んだのです。3つ目の違いは運賃制度です。東京の地下鉄は東京メトロと都営地下鉄それぞれで運賃形態が決まっており統一されていません。これは事業者ごとに運賃形態が決まっており、さらに無数にある東京の鉄道事業者全体においてそれぞれが独自に運賃を定めています。これは東京メトロと都営地下鉄だけでなく JR 東日本やその他の各鉄道会社全てでそうであり、運賃制度が分かりにくいという問題が発生しているのです。対してソウルの地下鉄の運賃制度は基本的に統一の制度となっています。なのでソウル交通公社の路線からコレールの路線に乗り換えるなど事業者をまたがってもトータルの乗車距離で運賃が計算されます。ただし新分断線など加算運賃制度のある路線も存在し、 IC カードでは新分断線の下車駅における改札機を通る場合や新分断線と他路線の乗り継ぎ時などで中間改札を通る際、加算運賃が引かれるシステムとなっています。また東京の地下鉄とソウルの地下鉄は乗車券にも違いがあります。東京の地下鉄に乗る場合、券売機で江戸券と通称される紙の切符を購入するか、ヘリカ式の IC カードを利用するかの2択です。この IC カード、日本各地において様々なブランドが作られています。東京だけでも JR 東日本が発行するスイカと私鉄連合が発行しているパスモの2種類あり、他にも JR 東海発行のトイカや JR 北海道発行のキタカ、JR 西日本発行のイコカや西鉄が発行するニモカなど、多数の交通系 IC カードブランドが存在します。ただしスイカだろうがパスモだろうがイコカだろうが、どの IC カードでも基本的に東京の地下鉄で利用ができます。なので多くの人は便利に地下鉄へ乗車できる交通系 IC カードを利用している傾向があります。それに対してソウルの地下鉄に乗車するためには1回用交通カードか T マネーのどちらかが必要です。 T マネーは日本のツタヤなど CCC 系が発行する日本で使用可能な同盟の電子マネーもあるのですが、もちろんそれとは全く別のものです。ここでは韓国の T マネーについて本国で用いられる発音を尊重してティモニと呼ぶことにします。1回用交通カードは再利用できるプラスチック製の乗車カードで、使用後は返却しなければなりません。販売時に保証金が加算されて販売されているため、駅に設置されている換金機に1回用交通カードを投入して返却することで保証金が返却されるシステムになっています。そしてティモニは韓国で使われる交通系 IC カードで、日本で使われている交通系 IC カードと同じように希望する金額をチャージして使うシステムです。ただし日本のフェリカ系交通系 IC カードは処理速度が速く、だいたい改札機のリーダーに1秒タッチしなくても処理が完了します。対して韓国のティモニは処理にちょっと時間がかかり、ウプ主の感覚ではだいたい2秒くらいタッチし続けて音が鳴ったらようやく処理が完了するようなイメージです。そして日本と韓国の違う点として、この交通系 IC カードのブランドもあります。韓国の交通系 IC カードは日本のように乱立しておらず、全土においてティモニで統一されているのです。また日本の交通系 IC カードは原則として駅でしか購入できず、現在のスイカやパスモのようにそもそも買えないこともあります。しかし韓国のティモニは駅だけではなく
CU や知恵水絞りセブンイレブンなど街中にたくさんあるコンビニでも購入が可能です。その他にも1回用交通カードよりもティモニを利用した方がよりお得に地下鉄に乗車できたり、地下鉄とバスを乗り継ぐと割引を受けられるなどの特徴もあります。もちろん日本のコンビニで買い物をする際スイカで支払うように、韓国でもコンビニなどで買い物をする際においてティモニを使って支払うことが可能です。このように東京の地下鉄とソウルの地下鉄では運賃の計算方法だけではなく運賃の支払い方法、さらには乗車方法なども異なるのが特徴です。その他にも東京とソウルで異なるところはあり、主力となる環状路線の扱いもそのうちの一つです。東京の環状線といえば山手線です。しかし山手線は地下鉄ではなく JR 東日本の路線の一つに過ぎず、韓国の基準では地下鉄になるかもしれないですが、日本においては地下鉄という扱いではありません。一方でソウルの環状線はといえば、ソウル交通公社が運行を行っている地下鉄2号線です。東京の環状線は地上を走る在来線で、ソウルの環状線は地下鉄という違いがあるのです。ただしどちらも緑色がラインカラーであり、偶然にもこれは共通点となっています。車両関係に目を向けてみると、車両前面に非常用の貫通扉の設置が必要かどうかもソウルの地下鉄と東京の地下鉄で異なります。日本ではトンネルの幅と車両の幅が一定以上空いていれば車両前面の非常用脱出扉は設置する必要はありませんが、原則として設置する必要があります。対して韓国の地下鉄はどうもトンネルの幅が広いらしく、日本の臨海線や総武快速線のように非常用の脱出扉を車両前面に設置する必要がありません。日本でいうと臨海線の大崎、東雲間の近く間や JR 横須賀線、総武快速線の品川、錦糸町間の近く間、また JR 京葉線の東京、塩見間の近く間のようなイメージです。釜山やテブなどを走る他の韓国の地下鉄においては非常用の脱出扉を設置していないケースが多いですし、ソウルにおいても以前は非常用の脱出扉がありましたが、新しい車両では非常用の貫通扉を設置していない場合がほとんどです。さらに東京の地下鉄に乗車していると車内で音楽が流れることは基本的にありません。対してソウルの地下鉄では乗り換え駅が近づくと乗り換え案内のアナウンスと同時に BGM の音楽が流れます。そのため初めてソウルの地下鉄に乗車して乗り換え案内を聞くと日本人の多くが驚くらしいのです。やはり国が違えば地下鉄の特徴もそれぞれの地域の特色が反映された形になります。東京とソウルの地下鉄の共通点は？ここまで東京の地下鉄とソウルの地下鉄の違うところを見てきましたが、意外と共通点もいくつかあります。どういう共通点があるのでしょうか？まず一つ目の共通点は運行時の安全確認の方法です。東京の地下鉄もソウルの地下鉄も安全の確認をする際は指差し勘呼が基本となっています。これはソウルの地下鉄が日本の協力のもと整備されたことが関係しています。ソウル初の地下鉄路線として開業した地下鉄1号線ですが、この整備には日本の技術協力と政府開発援助による資金援助がありました。この裏には1970年に発生した淀号ハイジャック事件があり、この事件の解決に韓国が協力してくれたお礼を日本側が申し出たところ、当時ソウルの地下鉄整備を計画していた段階だったため、すでに地下鉄の整備が進んでいた日本に協力してもらうことにしたのです。地下鉄の整備だけではなく乗務員の訓練なども日本が協力して行われました。これが今でも引き継がれており、結果的にソウルの地下鉄でも東京の地下鉄と同じ方式の安全確認方法で日々の列車の運行が行われています。安全確認方法だけではなく活発的に相互直通運転が行われているのも東京とソウルの地下鉄の共通点の一つです。
相互直通運転を行うことで乗客は乗り換えをすることなく、地下鉄と乗り入れ先の路線の利用ができ利便性が上がるメリットがあります。ところで東京の地下鉄では鉄輪式リニアモーター方式のミニ地下鉄として整備された都営大江戸線や第三機場方式を採用している銀座線と丸の内線を除く10路線で相互直通運転を実施しています。対してソウルの地下鉄ではソウル交通公社の路線のうち、もともとソウルメトロの路線だった1号線、3号線、4号線の3路線で相互直通運転が行われています。しかし東京の地下鉄とソウルの地下鉄では直通先が異なります。東京の地下鉄の直通先のほとんどが私鉄で、 JR と直通運転を実施しているのは2路線だけです。総武線各駅停車と直通運転をする東京メトロ東西線、常磐線各駅停車と直通運転をする東京メトロ千代田線が該当します。日本ではこれに追加して JR 九州の筑肥線と福岡市地下鉄空港線における事例のみが JR と地下鉄が相互直通運転する事例となります。逆にソウルの地下鉄で私鉄との相互直通運転は行っておらず、現状では日本で JR にあたるコレールのみ直通運転を行っています。このように直通運転を行っている共通点はありますが、メインの直通先は異なるのです。そして先述したように韓国での地下鉄の定義から相互直通運転という形態にはなっているのですが、韓国の相互直通運転においてはそれを感じさせにくく、運賃制度もあり実質的には一つの地下鉄のような形になっています。共通点最後の一つは車両の規格です。東京の地下鉄もソウルの地下鉄も基本的に20メートル級の車両を使っており、扉も一度に多くの乗客が乗り降りしやすい4扉になっています。これは地上を走る郊外の鉄道とほぼ同じ規格になっていて、世界の地下鉄で使われている車両と比較すると大きい部類です。ただし都営大江戸線と東京メトロ銀座線、丸の内線など一部路線に関してはより小型の規格の車両を使っており、相互直通運転を実施する路線においても都営浅草線やかつての東京メトロ日比谷線のように18メートル級のより小型な車両を使っているケースもあります。東京の地下鉄で大型の車両を使っている理由は、国の政策として民鉄の山手線内乗り入れを認めず、代わりに地下鉄へ直通することによって山手線の内側へ乗り入れるようになった経緯があることや、それに関連した拠点駅での折り返しロス削減、さらに余計な土地を使わなくて済むなどが考えられます。そしてソウルの地下鉄で大型の規格を使っている理由は、ここまで何度か触れてきた通り、日本の技術協力によってソウル発の地下鉄が整備され、その規格に合わせて地下鉄の路線網を整備してきたからということが考えられます。ただし東京では幅 2800mm 程度が基本の中、ソウルでは幅 3120mm から 3200mm 程度が基本となっており、東京の地下鉄と比較するとソウルの地下鉄の方が広く感じます。ここまで違いや共通点を解説しましたが、今回解説した箇所以外においても違いや共通点は探せばいくらでもあるはずです。もし他にもこんなところが違うよとか、こんなところが同じだよみたいなものがあれば、コメント欄に書き込んでいただけたら幸いです。いかがだったでしょうか。今回の動画では東京の地下鉄とソウルの地下鉄の違いや共通点をまとめて紹介してみました。今回紹介した東京の地下鉄とソウルの地下鉄の違いは、地下鉄という語句の定義上の違い、ホームドアがフルスクリーンタイプメインか腰高式のハーフハイトタイプメインかの違い、運賃制度の違いとそれに関連した乗車券や交通系 IC カードの違い、主力となる環状線の扱い、非常用貫通扉の有無や車内で流れる音楽の有無など車両関係の違い、そして共通点としては運行時の安全確認の方法、地下鉄と郊外鉄道の相互直通運転が活発的に行われていること、
大型の車両が使われるという企画的な事柄について紹介しました。この動画が良かった、参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは鉄道に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。